はい、こんにちは。カメラマンの村瀬誠一です。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、自宅からですね、原宿駅まで歩いて、そこから代々木公園に入って、今代々木公園の中で、この収録しています。もう本当によく歩きましたね
で原宿までまさかね歩いていくと思わなかったんですけど、まあ、最後にはねそこから回ってきたんですけど、で今回はですね気づいたことが一つあってですね、実はアポズミクロンの35ミリを最初にライカさんから、お借りした時にあこれはすごいなということでこれならいけるなっていう感じで購入したわけですけど、で実際ね撮ってみたらねあれなんか違うなってこのレンズはって、でよくねライカは昔だとね、まあ、最近はないと思うんだけど昔だとそのねほとんど手作りに近い形なので組み立ての段階で、まあ、ちょっと少しミスがあるんじゃないかとかそういうこともねささやかれた時もあってね、まあ、今はもうそんなことはないっていうんですけど、で自分は実際撮ってみてね、アンスリウムを撮ったんですけど、でその時はねもうすごく調子が良くてあこれならいいなっていうことで、まあ、完璧だったんですけどレンズが届いて撮ってみるとなんかね思うような結果が出ないんですよね、ずっと雰囲気はねいいんですけど、で新宿御苑を撮った時もまあ結構綺麗は綺麗なんだけど、まあ、いつもの感じが出ないなっていうのがもうずっとこう思ってたんですね。ふと思ったことがあれもしかして保護フィルターを使ってたからその保護フィルターによって差が出るのかなって思ったんですね。それで、まあ、保護フィルター外してテストしてみたら案の定もう本当にねクオリティが全く違ったというね。で、まあ、自分はその、まあ、今までの経験からいくとね、まあ、キャノンのことで人物撮影をもう主にずっとやってきてるの で人物撮影の時思っていたことっていうのは人物撮影はね逆に言えばブラックミストを使うとか昔だったらストッキング使ったりといういろんなことしてとにかくレンズのクオリティを下げて少しでも柔らかいソフトな描写をしようっていうことを、まあ、心がけてずっと来たわけですよね。まあなんていうフィルターとかそういったことに対しての、まあ、悩みっていうかねそういうふうにこう思ったことは一度もないわけですよね。保護フィルターっていうのも今回もねライカの純正のフィルターを使ってるわけですよね。フィルターにその問題はないだろうっていうことがあってそういうことも含めてねいろいろこう検討してまあどうなんだろうなって今までちょっと経験したことないからなと思ってで実際撮ってみたらまあ案の定ねクオリティがまあ下がったということでね、でライカにまあ話をしたら、まあ、推奨するのはやっぱり保護フィルターを なしで使ってほしいっていうのが、まあ、推奨してるらしいんですよね。まあ、そのくらいやはりね保護フィルターってねどう考えてもレンズ設計でね、前玉が普通の、まあ、フィルターのやつをねつけてるぐらいのレンズだったらクオリティは下がるっていうのはまあ、普通に物理的に考えてもよくわかる話なんだけどそこまでねシビアにならなくてもいいっていう考え方でいけばねそれはもう全然問題ないわけですよね。ただ自分はそのマクロっていうそのまあ35ミリのね、マクロレンズが使えるってこともあったので、でマクロで描写した時にその感じがちょっと違うと、で実際風景でもやっぱ保護フィルターつけてる時とつけてない時のアポズミクロンの35ミリだとまあ、やっぱ差が出るってことがすごい分かって、まあそれはね YouTube で流れてるぐらいでねその見る感じだったらもう全然問題ないわけですね、はっきり言ってね。だからそこでそんなにシビアになることはないんだけど、まあこういうことも実際あるんだなっていうのが、まあ自分はその50年間こうずっと仕事をこういう仕事をしてきて、まあ実際自分が思ったことっていうのはまあそんなことってあるのかなって、そしたらじゃあ偏光フィルターだとかいろんなことをこう使っていくことを考えたらやっぱり最終的にはねまあ そういうシビアなことを考えればですよ、まあそういうことが起きるんだなと。実際このねアポズミクロン35っていうのはね普通のレンズとはちょっと違うんだなっていうのは自分のこうなんていうのかな今回のを使ってみたあれですね、もうとにかくそのレンズ設計がもう全てがこう違うっていうところもあって、まあ、そういうことがあるんだろうなと。で、まあ、コシナさんにもねこの話をちょっとしたら、まあ、実際あると。でだけどその、まあ、保護フィルターはあった方が、まあ、安全のためっていうかね、まあ、そういうことを考えたらあった方がいいんじゃないですかっていう意見になったんですよね。で、まあ、自分も、まあ、そこまでねシビアにならなくてね、まあ、マクロの、まあ、レンズっていうことだけの使い方でいけば
まあ、そんなに問題はないんだろうっていうことで、自分も半分ね、半分はあれなんだけど、でもまあアポズミクロンの35ミリをつけるに関しては、まあフィルター、まあね、フィルター普段はまあもちろんね、フードはつけて、まあ、ちゃんと蓋をキャップをつけて、普段はちゃんとしてるんですけど、そうやって考えたらね、やっぱり保護フィルターっていうのは、まあ、自分的にはね、アポズミクロンで今日もそうなんですけど、まあ、撮ってる時には、まあ、保護フィルターはやっぱり使わないでいこうかなっていうのが、まあ、自分だですね。それだけまあ気をつけなきゃいけないんですけどね。前玉に関してはね、まあ、実際そのまあキャノンでもどこでもそうなんだけどね、前玉ってね、やっぱりこう、やっぱりそれが命なわけだからね、やっぱりそこに、まあ、はっきり言えばガラス越しにこう写真を撮ってるようなもんだからね。でガラスったって優秀な、まあ、もちろんね、すごいこうなんていうのかな、精度の高いものをつけてれば、まあ、それはないと思うんだけど、まあ、ガラス越しに、まあ、ものを、まあ、下界をガラス越しに見るようなもんなんだと思うんですよね。まあ、それが、まあ、自分の、まあ、考えていた、まあ、結果というかね、まあ、こういうもんなんだろうということなんだけどね、まあ、皆さんがね、それをね、まあ、どう思われるかはちょっとわからないですけど、まあ、自分の、まあ、結果でね、今回こういう話をしてるのは、まあ、結果でいくと、まあ、やはりそのライカで聞いてもコシナで聞いても、結果的にね、やっぱり保護フィルターがあると、やっぱりその分精度が落ちるっていうことはもうね、あのレンズメーカーの方もおっしゃってるぐらいだから。でライカだと、まあ、できればね、あの保護フィルターは使わないでね、撮ってほしいっていうのが、まあ、一応そのメーカーではそういうふうにあるっていうことを納得したっていうかね、だか実際自分がやってみて思ったことっていうのは、もうそれがもう本当にあの一番なんだろうなっていうのは本当に思いました。まあこういうことをね、まあ、皆さんにねお知らせして、皆さんもねこういうことを少しでも思ってればね、まあ、すごい違うだろうなっていう。でもう一つですね、あのミノルタのね、この MD ロックオールですね、ロックオールのその前に X700 で使ってたやつを、まあ、自分はそのアダプターつけて、あのライカにつけたらすごい良かったということで、でまあこれも振り返ってね、今見て思うことっていうのは、このレンズもやはりすごいんだなっていうのは、まあ、正直言って実感しました。今回ね、いろいろ、まあ、前にね、ジャガーの E タイプを撮った時で、チューリップを撮った時とかっていうのを、まあ、思い出してね、もう一回こう使って、今回もまあこうやって持ち歩いてるわけだけど、この MD のレンズもまあかなり、まあ、クオリティは高いなっていうのは実際気がしますね。まあこの保護フィルターに関してはね、それは皆さんにね一応報告でね、こういったことが、まあ、実際起きると。でまあ YouTube とかね、写真を楽しまれる感じだったらそんなにこう気にすることじゃないんだけど、まあ、実際自分がやってみて思ったことっていうのは、ここの差なのかなっていうのはちょっと感じました。まあ、実際シビアにね、なんか違うっていうことを思ってたからね、そんなこと気にするのかよと思われる方もいると思うんだけど、まあこういったこともね、ぜひね、その皆さんもね、一応知っておくといいと思うんですよね。まあ今回はね、こういう話になりましたけど、一応そのことだけは頭に置いとくと、いいと思います。今日は天気良くてね、いいですね、これね。まあこのまままた歩いて帰るんですけど、今日はね、原宿からもずっと歩いて、いろいろ撮ってきました。こんなね、やっぱり自分もいつもね、こうやって歩いてね、写真を撮るっていうことを常にやってるんですよね。でこれ日課にしてるとね、写真って本当に上手くなってきますよね。ただ写真を押すだけじゃなくね、ただただ撮ってると本当に上手くなる、たくさん撮れば上手くなるっていう人もいるけど、こればっかりはね、本当にやっぱり考えて撮らないと上手くならないですよね。どうしてこうなるのかな、どうしてこうならないのかなとかっていうことを常に考えていかないと、本当にいいものは作れないっていうことを頭に置いて、常に
自分で、どうやったらいいものが取れるかっていうことを考えて、やってください。そうすることによって写真って 上達していきますね。でこの上達するってことを考えていかないと、いつになってもね、あの写真が上手くならない。いつになってもこうやっぱり写真のこと気にしてね、常に気にして、そのいい写真を撮るためにはどうするかっていうことをね、やっぱ常に考えなきゃいけないと思うんですよね。で考えないからこう上手くならないんですよ。で自分はやっぱりね、その三畳一間っていうかね、自分が苦労してた時っていうのはフィルムをねやっぱ買うのに節約してたわけですよね、銭湯行くのにも。でその節約してたことっていうのは、じゃあフィルムを無駄に取れるかったら、だから余計フィルムなんて無駄になんか取れないわけですよね。やっぱりそこをそうやって考えて一枚一枚大事にしてきたから自分は今があると思ってるんですよね。まあ、そこもね、皆さんがどう考えるかによってその考え方がすごいこう違うと思うんだけど、まあよく考えられて、まあ、そのところもね、まあじゃあ自分はどうなんだろう、たくさん撮ればいいんだろうって、デジタルになったからね、無駄にシャッター切ればうまくなるだろうと思うんだけど、何も考えないでシャッター切ってたらカメラ任せだしね、押せば映るしピント合っちゃうわけだから、それでもねやっぱり自分があのどうやったらうまく撮れるか、どうやったらいいものが撮れるかっていうことをねやっていかなきゃいけないと思うんですよ。で自分はね、カメラマンとしてね、こう、まあ、実力をつけてねやってくったら、一番脂が乗り切ってくるってやっぱり40前後だと思うんですよね。でやっぱりそこでプロとしてね、やっぱり仕事をたくさんしてやっぱりやってる人が、まあ、現実だと思うんですよね。自分のことを振り返ってもやっぱりその時期っていうのは本当に忙しくて、まあ、今でもねこうやって仕事をしてるわけだけど、やっぱりそこを考えてね、仕事ってそういうもんなんだと、だからそのまあいろんなね教え方をする人いると思うんだけど、やっぱり自分はねやっぱり一枚一枚大事にね、自分が初心者の頃、まあお金もなく、お金もなくね何もない時代に、じゃあどうやって、そうやってきたかったら、一枚一枚本当大事にして撮ってました。でやっぱり一枚一枚大事にするっていうことをやっぱり頭に置かないと、こればっかりはねうまくいかない。で皆さんはねもうたくさん撮ってね、数打てばねうまくなるんだと思うけど、それはもう絶対ないので、まあ、その辺のところをぜひね頑張ってやってみてください。そんなことでね、また、お会いしましょう。今日はありがとうございました。